よろしくお願いいたします。試合始まってないんですよ。始まってないところ全部映ってないんですよ。これしか映ってないです。なんか最後でいいじゃないですかね。回しても困るし、やるか。最初はグッチョキいっぱい映ってます。お願いします。お願いします。くっそ3つだと思ったらプラトンでも1枚落ちるのが非常にしかも動けない。アンドソーダメな感じになってます。ハイパーボールを使います。そういや、さっき大会が通ってたからじゃあ俺ここで切れないよ。はい、なんだこりゃ。技の方が俺テップが影響いけないからガラガラ用心棒になるエンドです。はい、用心棒だから技の方が俺も大丈夫じゃない。エネルギーさげとブレーズボールで切っていくのもったいない。もったいない。すごいエネルギーが。もったいないけどやらないと動きのいい姿勢が立ちそうなんですよ。あれとあれが一番いいそっちが。じゃあどっちか回そう。今70ダメ。ルキアに出てきたばっかりなんだよ。最悪死ぬんで死ねない。その死ねできろ実践だったら中で入ります。減らします。ありがとうございます。トランス1つ一応します。あれ笑わないです、さすがに。ルカリオメって、ロンドで殺されてないしな、今のは。ドラブルジーカさん、一番でしたね。はい、はい、じゃあブレイク。その装飾、また懐かしいもの。ちょっと待ってください。エネルギー、ブースターの効果でポジションつける。芝から肩だけはマシかな。はい、大丈夫です。お互いスーパー圏内だから。
ここから他のままでいいっすね。
そのチャルでは70代ぐらいのちっちゃいマスター大会に優勝したり、あるんで100ドルくらい。じゃあ、3勝目、じゃあ、だるまさんの目いっぱい来た。